殺菌灯を買ってきました。1本124円こんなやつです。これをどうやってつけようかとか悩んでおりました。通常ですと安定器というものが入った蛍光灯などのユニットが必要になります。しかし 1,2,3,4,5,6 本もそんなものは使ってられませんので別な方法を考えます。はい、4ワットの、殺菌灯、これをどうやって点灯させようかといろいろ考えてインターネットなどを調べてみましたら面白いことをしている人がいました。はい、こちらに用意したのは蛍光灯型の電球です。今電球といえばほとんどが LED ですが、こちらの電球、電気屋さんに行ってもほとんど売っておりません。まあ、売っていてもえらく高い値段で売ってるのを見かけます。まあ、こちらはあのリサイクルショップで見つけたものですが、2個入りで500円、まあ、1個250円ですかね。まあまあ安いのかなと思って買ってみました。まあ仕様など見ますと8ワットの電力で450ルーメン、12000時間の寿命とあります。これといって、決めてなかったので、たまたま目にしたもので、今回はチャレンジしてみようかというふうに思ってます。まあご存知のように中開けますとこんなやつですかね。ここの中を慎重に切って、中の回路を取り出して殺菌灯をつける、そういう発想ですね。まあ、8ワットで、先ほどありましたけど、まあこれ以下のものがたまたま見当たらなかったので、今回はこれでチャレンジしたいと考えてます。では早速取り出して改造に移りたいと思います。はい、中を開けるとこんな感じです。はい、これですね。なんかリサイクルショップで買った事情もあるんですが焼けてるような感じはします。今回は電球そのものは使えませんので使うのは回路だけです。まあ、だいたいこの溝みたいなもののところに刃を当てて慎重に切って中を取り出すという作業になるかと思います。今回こういった改造を前もって言っておきますが、100ボルトをつなぐものですから危険です。まあ、真似される方は自己責任、あくまでも自己責任でお願いします。まあ、たまたまうまくいく人もそうでない人もいるかと思いますが、くれぐれも感電しないでください。はい、改造する前に、この電球がちゃんと点灯するのか、確認をしたいと思います。100ボルトから、スイッチを通して、ワニ口クリップを作ったもので電球のソケットに、接続しています。まあ、スイッチオンで点灯すれば、まあ、回路も生きているだろうということで早速入れたいと思います。
おお、つきましたね。ちょっと消します。ちゃんとついてます。結構明るいですね。ちょっと改造するのはもったいないかと思いますが、よーく見ますと、蛍光管の根元が黒いですね。まあ、よくある交換磁器、そう、差し込み口の根元が黒くなるというのは、だいたい交換しなきゃならない目安になると言われていますけど、まあまあ、電球も寿命が近かったのかもしれません。はい、一応回路は生きてそうなので、こいつを使いたいと思います。はい、外に出てきて、加工をします。まあ、グラインダーはよくあるこういったものを使って、先端は薄刃の、カッターを使って、こちらに当てながら慎重に回して解体を始めたいと思います。まあ、解体してるシーンも面白くないので、開いた後またご紹介します。はい、切り終わりました。中を見たいと思います。ちょっと刃を深く入れた事情もあって、ここに出ている2本ずつのリード線があります。これが蛍光灯の端子になります。これは本来こちらの蛍光灯の基板に接続されているものですが、今回私は刃を深く入れすぎてしまいましたので、切れてしまいました。まあ、しかし回路そのものは生きていると思います。中を出して使ってみたいと思います。はい、分解した後の、電球です。で、これを相当開けていきますと、中から回路が飛び出ました。よいしょ。こんな感じですかね。で、コンデンサーと中には赤いリード線と黒いリード線。で、こちらの黒いリード線には、どうやら何か部品らしきものがついています。このチューブですね。熱収縮チューブというやつですかね。見えますかね。で、これは、よくよく調べますと、0.75 オームの抵抗がついてます。これがなぜいるのかは分かりませんが、まあ、突入電流なんかを抑えるという効果もあるようです。実際は、周りに接続されているものとの、環境の違いなんかの影響を考えて、最終的にはつけておきたいと思います。まあ、あとはここに、基板があるのですが、ここのピンが見えますかね。2本。ここに、殺菌灯の蛍光灯2本の端子が出ていますが、
これですね。この2つの端子のここのピンの方に差し、もう反対側の方にも2つの端子があります。同時に、反対面の2つの端子のここですね、ここにあるピンを、リード線などでつけたいと思います。はい、バラした蛍光管の中から取り出した基板で実際に殺菌灯を点灯させてみたいと思います。まあ、赤いワニ口クリップのリード線と黒いワニ口クリップ、それから青いワニ口クリップと緑のワニ口クリップをそれぞれ先ほどご紹介しました基板の2つのピンに、つまんでいます。あとは先ほどと同じように 100V の電流計を挟んでどのぐらいの電流が流れるのか、点灯させてみたいと思います。ちょっと周り、消してみますので暗くなります。それでは、点灯させてみたいと思います。スイッチオン、つきましたね。 0.07、ちゃんとついてますね。すごいですね、これ考えた人。 0.07、一回消しますね。もう一度つけます。へえ、結構明るいですね。まあ、これ肉眼で見てはダメだという、まあ、お決まりの文句があります。短時間なんで、私は大丈夫ですけど、実際は、肉眼では見ないようにしてください。まあ、ただこの回路で動くということは非常に小さく何かが作れそうです。電流も 0.07、 非常にちっちゃい電流になります。4ワットの蛍光灯を8ワットの電気でということは、まあ、ある意味力率が悪いのかもしれません。まあ、蛍光灯自身はそれなりな電流で、流れていますから、まあ、今回はちょっと力率の悪い使い方をしてますが、十分殺菌灯をつけられましたので、これをいくつか並べて、マスクだとか何か手に持つもの、スマートフォンですね、こういったものも殺菌してみたいと思います。まあ、真似される方は気をつけてください。するなとは申しませんが、非常に危険を伴いますので自己責任でお願いします。